警察によりますと、午前0時半ごろ、燕市曽牧のアパート青玉荘から出火。近所の住民などから消防に通報がありました。建物は木造2階建てで、消防が消火にあたり、午前3時半過ぎに鎮火。ほぼ全焼とみられていて、周囲に延焼はありません。アパートには94歳の遠藤千代乃さん1人が住んでいましたが、連絡が取れていません。遠藤さんの部屋付近から1人の遺体が見つかっていて、警察と消防が身元の確認と出火原因を調べています。